いやもう今のお話を伺っていても本当にいろいろな面で食事とかだけではなくてやっぱりメンタル的なところでもすごい支えになっているんだなっていうのは伝わってきたんですけれども錦織選手も何回かおっしゃいましたやっぱり言葉にしなければ伝わらないということでここからはですねお二人の競技生活を長く支えてくださったお母様にその思いを伝えていただきたいと思います。 ただあの突然長く喋ってって言っても恥ずかしいかなと思いましたので今日はあいうえお作文をお二人に考えてきてくださいとお願いをしてここにお母様への思いを載せていただくことにいたしましたお題はこちらありがとうですさあ考えてきていただきましたこれお二人ともあいうえお作文初めてですか初めてですはい結構難しいですよね 難しいですね。これは。はい。ですよね。結構何,何時間ぐらい。も考えられましたか?。あのー。はい、浮かばない文字もあったので。<laughs> それは考えました、ね。そうですよね。石川選手。はい、初めてですか?。初めてです。何分ぐらい考えましたか?。二十分ぐらい考えました。結構早いですね。早いですか?。<laughs> さあそれではお二人にお母さんへの思いを乗せた「あいうえお作文」を発表していただきましょう。それでは西選手お願いします、はい、ああい改めて両親に頑張って伝えよう特別な感謝の気持ちうまく言えるかな。あ <laughs> 頑張って伝えようっていうい感じですかそうですねちょっとこう思春期の,あの子供のようなあの気持ちを思い出して書いてみましたやっぱり「ありがとう」っていう言葉がちょっと恥ずかしいっていう感じなんでしょうかねそうですねなかなかうまく口に出せないあのところの心情を 書いてみました松岡さんいかがですかいや西堀選手あんまりお母さんに対してそんなに言わないですよねありがとうってそうです、ね、多分んん言わなくても分かってるお母さんっていうイメージがね,ね,ジがねありますね、えー、いやでもこれはお母様嬉しいですよねこれご覧になったらそう思いますありがとうございますでは石川選手お願いします 明るくて明るくて元気をくれる、リオは緊張するけれど、頑張るからね、とことん夢を応援してくれて嬉しいです、ありがとう。相当具体的ですね、これ。<laughs> リオにしましたあでも基本的に内定もされていらっしゃるから<ー>もう一緒に戦ってるって感じですか、お母さんと。そうですね今、本当に素敵すねあ。じゃ錦織選手ももう一度一緒に見せていただけますでしょうか、ちょっとこれ、私、お二人のお母さんじゃないけどちょっと泣きそうっていう感じですよね。やっぱり なんかお二人がありがとうって面と向かって言うのは恥ずかしいけどなんか一生懸命こう伝えてくれようってしているのがもうこの「愛い作文からすごく伝わってきて本当にいいメッセージをいたただきましたあの今ね、ね石川選手の方に「リオ」って言葉が出たのであのちょっと時間もあれなので簡単に一言ずついただきたいんですけれども改めてこのオリンピックっていうものに対してとあとリオに対して今どんな思いなのか一言ずつ聞かせてください。 オリンピックはやっぱり日本中が注目するスポーツイベントですし、えーまあ、この大会で結果が残せればたくさんの方に見てもらえることになると思うのでオリンピックまでまだまだ実感はありますけどそれまでにしっかり成長してメダルを取りにいけるレベルに行けるように頑張りたいいと思います石川選手、一言お願いします。 はい、えー、そうですね。あとリオまで1年で、やっぱりロンドンの時とは4年間で成長したと思いますし、やっぱりあのリオではあの個人戦でも団体戦でもメダルを目指して頑張りたいですし、一番強い自分で戦えるように、しっかり1年かけて準備していきたいと思いいまます。す。ありがとううございますもうやっぱり今、リオのお話を聞いた途端にお二人の顔がアスリートの顔にピッとなりました。